I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。3月8日水曜日のダイジェストです。8日の午前中はルーティンとパワーウィッシュ、午後は掃除と整理と買い物、夜はルーティンとアクセサリー作りをしました。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングが8307歩、ゆうとれさんとマリネスさんで踊りました。黄色が動画編集とブログ、黄緑色が拡散、ツイッター、フェイスブック、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバー、ブロガーでシェアをし、LINE ブログに日記のタイムラインを上げています。インスタグラム、アクセサリーの一つ上げました。そうですね。水色が計画、素揚げをしたお写真、青色が暗記暗唱、紫色がタロットカードとパワーウィッシュ、石ゆかりさんのデイリー占い、ピンク色がメイク、フェイスマスク、アイクリーム、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。レオ様が帰ってきたので家族団らんをしてアクセサリー作りをしました。薄だいだ色の料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、寝る前の整理整頓、病院、黄土色の買い物が2箇所、両学長さんの動画とライブを聞いて、茶色が漫画、灰色が読書で、作り置きビーガンレシピを相変わらず読ませていただいています。白色が掃除、祝詞、お経、六方杯、ポジティブワードの音読、お香、お参り、お祈り、そうですね、薬師寺官房さんの見ましたね。薬師寺官房さんで掃除機をかけて、スマデラさんで読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、整理をして水属性の薄だいだ色の洞察力の才能を育てました。掃除をして陰陽の陽、白色の浄化の才能を育てました。満月のパワーウィッシュを書いて、水属性の紫色の直感の才能を育てました。アクセサリー作りをして水属性ピンク色の愛情の才能を育てました。今日の自分観察ということで、主様とお買い物に行きました。 JA と石山マートに行ってきたんですが、 JA で野菜の購入をしました。 JA の棚を見るとビーガン向けの食材がいっぱいということに気がつきました。そうか、こちらでは肉や魚は扱っていないものね。あの乾物、卵と、それからあのだしにするお魚ぐらいしかないので、野菜だれのような商品も、あの普通なんかこうね、キサンタンガムでしたっけ、なんかそういうものとかが入っているんですが、あの地元の企業で作られているから添加物が、余計なものが本当に入っていないんですね。で、豆にくるみにごまに海藻、豆腐、梅干しに乾物、新鮮な野菜とお米、もうこれなら本当にあのビーガンに近づけようとするんだったら理想的なお店なんだなっていうのを感じて、購入頻度が増えそうな予感がしています。一山マートにも行きました。エゴマ油とアマニ油にも初挑戦して買ってみました。まだ、開けていないですけれども、一山マートもビミ安心というブランドが、意識の高い商品展開をされていて、すごく人気のあるスーパーです。時代が求めるものを提供
供できるってすごいなって思って、あのグルテンフリーとかその世の中の流行をこうキャッチして、人々の意識の流れをキャッチして、こうパッと商品展開で棚を充実させているっていうのがすごいなというふうに思います。この、そうですね、はい、豆乳クリームとラカントを使えばスイーツも諦めなくていいんだなって、あのグルテンフリーの、パンケーキミックスっていうのもありまして、それも買ってきたりして、今度挑戦してみようと思いました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨つきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない、自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。